こんにちは、チョータケロスです。スパイファミリー、今2期の、3話くらいまで見てるんですけど、俺このスパイファミリーの、ユーリっていうキャラクターがまだよくわからなくて、こいつって最終的にはどうなの？敵になんの？なんか俺ね、スパイファミリーの、ユーリ見てると俺ね、なんかキャラクターがペルソナ5のさ、なんか明智に似てるような感じがしてさ、なんかドス黒い性格と、なんかこう本当は、ああいう感じなのかなって、どうなんだろう、よくわかんないんですけど、誰か教えてください。ご視聴ありがとうございました。